はい、西くんです。前回はですね、西くんぶっちゃけタイマーしたことあるのとか、タイマーに関する考えについてお話をさせていただいたんですが、今回ですね、CBG と合法タイマーと言われるものと医療タイマーと言われるものについての違いを話していきたいと思います。まず CBG と合法タイマーの違いについて、YouTube とかちょっとした SNS とかでですね、CBG のことを合法タイマーといってプロモーションしたり広めてる人がいるんですが、僕あれあんま好きじゃなくて、というのも全然違います。言語的な意味で言えば、タイマーというのはタイマー草のお花と葉っぱの部分で、 CBG、 日本の CBG については茎と種から取ったものですし、THC という肺になる成分、依存する成分が大麻にあるに対して CBG は全くないと。だから大麻草の合法的な部分であるという意味では正しいんですが、大麻の合法版というとね、なんか法律をかいくぐって大麻に欲しいものを揃ってるみたいなイメージがあるんですけど、そんなことはねえぞと、全然きれいぞと思っているので、大麻草、合法大麻と CBG は違いますと断言したいと思います。で、ただね、じゃあ本当に全然違うのかって言うと、そんなことなくて、同じ植物から取ってるんで、匂いとかね、そもそもこの吸う感じとか味とかは似ているところがあるし、あとは大麻草、合法大麻における肺になる依存する効果はないけど、チルス、落ち着く効果、リラックス効果っていうのは CBD の効果なんで、それもあるわけですね。だから実際に吸ったことがある人、海外でですけどね、吸ったことがある人に試してもらったら、西くんこれ本当大丈夫なの、ここ日本だよって言われたぐらいに似てたらしくて、っていう面では似てるところがあるから、それを合法大麻と言いたい気持ちは分からなくもないんですが、合法大麻っていうとなんか悪いものを法律をかいくぐってやってる感があるので、僕はあんまり好きじゃないなと。し、実際全然法律的な面でもそのいけない部分が全くないって意味では、成分的な面でも違いますよと言っておきたいです。次に医療大麻と CBD は半分正解で半分違うというか複雑でして、というのも医療大麻って言っても二通りあって、THC、 要は大麻、普通の大麻に近いものを医療的に使うの医療大麻っていうケースもあれば、CBG のことを医療大麻と言っちゃってるケースもあります。国によってそれは違ったりします。実際に THC が悪いもののように話したけど、がんの治療においては必要だとも言われていて、だからアメリカでは THC 入りのほぼほぼ嗜好品大麻に変わらないと変わらないものを医療目的で使うケースっていうのがあるし、あとはなんか体調悪いんですよ先生、診断してくださいって言って、君には大麻が必要だね、ポチンって押してもらうと、やったー買えるーっていう感じで、要は言い訳っぽい感じで、事実上ほぼほぼ嗜好品を医療大麻として使えるみたいな国や地域もあったりします。に対して韓国とかがそうなんですけど、 CBG のことを、要は THC が含まれてない日本とほぼほぼ変わらないものを医療目的でちゃんと研究してお医者さんが処方してくれるという意味で医療大麻っていうケースもあります。僕はですね、その後者の方、 CBG が医療として認められる方っていうのは本当に実現してほしいなと思ってて、というのも保険が効かないとやっぱり高いしね、なんちゃって詳しい人が言うんじゃなくて、医者がしっかり明確に研究して処方した方が効果が出るわけだし、それで救われる命、病があるのならぜひぜひ広めていきたいと思っているので、医療 CBD って言い方をします。医療大麻はややこしいので、医療 CBD が日本も実現したら嬉しいなと思って、とりあえずは CBD というものをみんなに知ってもらいたい、これはすごいとかって感じてもらいたいと思って、エヴァンジェリストとしてショップをオープンしてやらせてもらってます。はい、次回はですね、日本が大麻の大麻が違法で CBD が OK になる話したんですが、アメリカがなぜ大麻が違法になったのかっていうお話をしたいと思います。このチャンネルは毎日アップしてますので、また見てください。